のあらすじ、着々と試合を進めていき、アーセナル相手に川辺がゴールを挙げるも、逆転敗北、ボーンマス、ブレントフォードに勝利するも、スパーズやシティと競合続きで、思うように勝ち点を詰めないルートンタウンだ。サムネにもある通り今回が最終回なので、残留するかどうか注目だな。さあ今回で最終回になります。寂しくなるね。プレミアは全部で38節あるのであと5試合だ。残りはフォレストやウルブス、エバートン、ウェストハム、フラムと絶妙な相手が待ってるぜ。ラストスパート踏ん張り時だ。それでは早速フォレスト戦に行くぞ。早速試合だね。まだ降格の可能性もあるので勝ち点落とさずに頑張ろう。ルートンタウンはこんな感じ。アデバヨは全く得点しなくなったので個人的には川辺に期待だ。早速フォレストの攻撃。ここはシュマイケルがセーブ。毎回のことですがシュマイケルセーブ連発頼んだぜ。38分フォレストのフリーキック。ここもビッグセーブ。ナイスナイス。その後ルートンはチャンスを作れず前半終了。拮抗しているね。後半が始まるもなかなかポゼッションで気づきがつけば試合終了前に。ダメダメじゃい。フォレストのコーナー、ここもシュマイケルの活躍。せめて引き分けにして1点は取ろう。試合終了。この試合は全く見せ場もなくドローに。シュマイケルが目立つ試合となったぞ。 POM ゲッチュ。この時点ではまだ残留が確定してないぞ。パレスいよいよ降格しそうで草。ちなみに上位陣はこんな感じ。結構僅差で張り合っているね。これはどこが優勝かまだまだわからないね。それでは次は第35節ウルブス戦だ。ウルブスは普通に難敵だから難しいね。チャンが出場停止なのが救いか。ルートンはアデバヨではなくユース出身のアルバラド君をスタメンに。期待の新星のゴールが待ち遠しいです。試合開始。ウルブスが早速仕掛けてくる。先制点を取られる。え、何してん。37分ルートンタウンも仕掛けていく。いけいけ。デカシートからタッスチョネクロスを上げるもこれは合わず。あれデレアリだよな。嘘だろ、怪我開けたばっかりなのに勘弁してよ。前半終了前ウルブスのコーナー。細かくパスを繋いでくる。シュマイケルの神セーブ。なんだ今の動き早すぎだろ。そしてやはりデレアリは怪我でした。復帰したばかりでこれは草。なので川辺を入れるぞ。後半も始まり61分。追加失点。むむむ、ウルブスはやっぱり難敵ですな。66分、ムパンズとタヒスチョンを下げてドコンガとモルテンセンを投入。ルートンは攻撃できずウルブスの時間が続く。シュマイケルのセーブ。試合終了。手も足も出ず0対2で敗北だ。まずいまずい。これでギリギリ降格とかたまったもんじゃないよ。守備者が目立つ老化点に。デレアリは肩の打撲で5日間の離脱だ。長期離脱じゃなくて助かったわ。ルートンは現在15位。このまま負け続けて他のチームが勝ち出したら余裕で降格するぞ。シェフィールドは結構絶望的だね。いよいよ残り3試合だ。どんどん進めていくぞ。緊張してきたよ。続く第36節エバートン戦。直近3試合も勝ってるな。これまた難しい試合になりそうだ。ルートンはこんな感じ。前半13分、エバートンが時間が続いているぞ。神がセーブする。もう神呼ばわりじゃん。でも確かにシュマイケルいなかったら今頃降格確定してたかもしれんな。25分、これも神がシュートストップ。ジーザス。前半終了直前ルートンタウンがやっと時間を作る。アデバヨの久々のゴールは見られず。どうしてこんなにも決定力が落ちてしまったのか。そして前半終了。なぜかアデバヨが怪我してたぞ。ええー、こんな大切な時期に怪我人続出。なのでアルバラドと交代だ。ユース出身の力を見せつけてやれ。後半開始。61分、テカティートのドリブル。これは逆を突くもセーブされる。惜しい。そのまま選手交代。川辺とカボデを下げる。
ダウキとニュース出身のゲイルを投入。また新ニュース出身選手だ。なかなか両者得点が生まれない中82分。ここも神が足に当ててセーブ。ナイスシュマイケル。結局スコアが動かない。でもまあまあ攻められてるよな。試合も終わりそうだし、なんとか守りたいところとか言ってたらこの時間に失点。嘘ー、もしかして最終回1勝もせずに終わる。試合終了、0対1で敗北だ。マジで勝てないじゃん。そんでアデバヨ無事なのか。はい、骨折で3ヶ月離脱です。本企画足指の骨折が名物になってるじゃん。そして順位はこんな感じ。ノッテンガムが消化試合も少ないし、ここ次第かもしれんな。それではリーグも残り2試合、第37節ウェストハム戦に向かうぞ。もう負けてられないよ。ルートンはこちら。アデバヨの開けた穴はモリスじゃな。11分。前線でキレッキレなシュマイケルだ。素晴らしい。34分、今回はルートンも攻撃できてそうだ。モリスのシュートは弾かれる。惜しい。早くも前半アディショナルタイムに入り、シュマイケルが大活躍。そして前半終了。後半に入り56分、選手交代。ダウチ、デレアリ、モリスを下げて、カボレ、川辺、アルバラド投入。アルバラド結果出して。73分、川辺からいいパス。決めれそうで決まらないぞ。アルバラドもチャンスだったな。相手の素晴らしいクロスからのシュートをまたもやこの神セーブ。おお、今作こんなシーンもあったんか。素晴らしいよ、シュマイケルは。そのままウェストハムのコーナー。これをジェイルズが回収。いけいけ。独走していく。しかしこれはセーブ。パスもありだったよ。後半もアディショナルタイムに入り、川辺がナイスシュート。しかしこれもセーブされる。恐るべしアレオラ。試合終了。なんとか引き分けで終えられたぞ。負けなかっただけ偉い。当然シュマイケルが最高評価点だ。そして気になる順位はこちら。お、みんな37節まで終えてるな。ノッティンガムとパレスが入れ替わって、ルートンは16位維持だね。そしてなんとこの時点でルートンタウンの残留が確定。素晴らしい素晴らしい。リアルでもぜひ残留してほしいぜ。あと1試合は残っているので、そちらを済ませてから締めようと思うぞ。それでは皆さん最後の試合をどうぞ。62分にクラムが先制。現在スコアは2対1、時間は72分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。このシュートで追いつける。74分にアルバラドが初得点。これは嬉しいね。そして試合は1対1でドロー。これにてリーグ伝説を終えたぞ。結果16位フィニッシュ。パレス、ボーンマス、シェフィールドが降格だ。パレスマジで草。しかしここまで本当に苦労したね。最初は全く守備がダメで、リーグが終わった今でも最多失点チームだ。そして気になる上位陣は、ユナイテッドが優勝。リバプールからシティまで拮抗していたみたいだ。シティとアーセナルが争っていたのに、やっかりユナイテッドかい。そしてプレミアリーグのベスト11になぜか3名も選出されたぞ。カバク、ジェイルズ、ロッチャーだ。主に守備メンツだね。なぜこの選出なのか意味不明だな。アデバヨは得点王ならず、30試合16ゴールに終わったぞ。後半から一気に決めなくなったからな。皆さん本当にここまでお付き合いいただきありがとうございました。特に守備のアドバイスはかなり効いたね。今回1シーズンと短かったかもしれませんが、ルートンタウンという素敵なチームを知れて私はとても楽しかったです。これも全て視聴者の皆さんのおかげさまです。これからも投稿は続けていきたいと思うので、引き続き応援してくれると嬉しいです。次の企画も考えてるから、私のチャンネルのコミュニティをチェックしてみてね。改めまして皆様、本当にありがとうございました。